トネガワススムは、日本の生物学者。マサチューセッツ工科大学教授、ハワード・ヒューズ医学研究所研究員、理化学研究所の科学、総合研究センターセンター長、理研 MIT、神経回路遺伝学研究センター長、京都大学名誉博士。1987年、VJ 遺伝子再構成による、抗体生成の遺伝的原理の解明により、ノーベル生理学、 医学賞を受賞した。分子生物学と免疫学にそのバックグラウンドを持つが、近年は脳科学、神経科学にもその関心を広げ、シーリー、ロックスプシステムを用いたノックアウトマウスの行動解析等による研究で成功を収めている。父は機械工学のエンジニアで天馬織物に勤めており、当時家族は大阪に住んでいたが、進むは母の実家、 愛知県名古屋市で生まれる。利根川家はもともと、ビンゴ国福山藩の家臣で、曽祖,祖父、利根川博士は、福山茂行館中学の2代目校長などを務めたが、後取りの男児がなく、同じ福山藩の家臣だった岡本家から養子を迎えた。実祖父、利根川守三郎は、電子技術総合研究所の2代目所長や電子、 情報通信学会初代会長を歴任した電気工学の権威だった。生後数ヶ月から大阪で育ち、小学校と中学校の頃は引っ越し続き、父が地方の工場長になり、1947年、小学校1年生から1952年、中学校1年生まで富山県を沢の町で、中学2年生までは愛媛県三亀町で過ごした。 中学2年生の終わりに、兄と一緒に、東京のおじの家に預けられ、1958年、東京都立日比谷高等学校を卒業した。父の務も日比谷高校出身。YMCA 予備校で一郎の末1959年、京都大学理学部に入学。元京都大学総長である小池和夫と、クラスメートであった。1963年、 京都大学理学部科学科卒業。同年4月、同大学院理学研究科に進学、同大学ウイルス研究所の渡辺閣に支持するものの、渡辺の勧めもあり中退して、分子生物学を研究するため1963年、設立されたばかりのカリフォルニア大学サンディエゴ校へ留学。1968年、カリフォルニア大学サンディエゴ校博士課程終了。 PhD モレキュラーバイオロジー。1969年、米、ソーク研究所、ダルベッコ研究室で、ポストドクター研究員。1971年、バーゼル免疫学研究所の主任研究員。1981年、マサチューセッツ工科大学生物学部、及び眼研究所教授、祖父の利川守三郎ありがとうございます。